はい、今日はコンピューター相手に、アイテムのみで戦っていこうと思います。このステージグレートベイで、じゃあ戦っていこう。はい。アイテム以外の攻撃が相手に当たってしまった場合は、リセットして戦う感じになります。ゴー。しくじった。終了。当たっちゃったんで終了します。ノーコンテスト。はい。次こそは、アイテムが出るまで逃げ続けますよ。アイテム攻撃以外は当てちゃいけないということで、そういう縛りでやっていくので。カービィ VS 村人。はい、飛んでいく、飛んで逃げる。カニアを出してくる。アイテムは出てこない。アイテムを出す量の設定とかってあったかな。はい、モンスターボール。出たポケモンは？ちょっと知らないポケモンだな。はい、敵が勝手にアイテムに当たって自滅してくれてます。1分53秒とかだと、ちょっとアイテムが出る量が少ないから勝負が決まらないね。ポケモンじゃん。モンスターボール。OK、 当たってるよ。次はどんなアイテムが出てくれるでしょうか。下に出てる、出てる。なんか出てるけど、これなんだ。ああ、アイテム取られた。貴重なアイテムが。絶対決まんないでしょ、時間中に。OK。お、決まりそうじゃない？もしかしてこれ。80。相手80。93も食らってるよ、93。いけるいける。はい、いけ。これいらね。モンスターボール。よっしゃー、決まった。これで勝利です。イエーイ。ちょっと地味だね、ゲームが。もうちょっとなんか派手にする方法あったらなんか教えてください。あ、でもちょっと面白かったです。新しい挑戦だったんで。いいっすね。今度はアイテムの数を絞るとか、同じアイテムしか出ないようにするとかね、そういうのを試していきたいですね。おつおつ。